株式会社サンマルクホールディングスは岡山県に本社を置く持ち株会社。レストランを経営するサンマルクなどを子会社に持つ。2005年11月にサンマルクが持ち株会社制へ移行するのに伴い子会社のデコールを称号を変更して持ち株会社とした。サンマルクという名称は古代東方教会で修道についての著作を残した。 修道士サンマルクに由来する。株式会社サンマルクカフェは、岡山県に本社を置くサンマルクホールディングス参加のカフェ事業を行う会社である。サンマルクカフェのブランドで展開している。かつてはパン小売事業も営んでおり、パン工房サンマルクブランドで展開していた。サンマルク時代サンマルクカフェ時代サンマルクカフェが運営するベーカリーカフェ。 都市部とショッピングセンター内に主にビールイン出店しセルフサービス型カフェでありながら焼きたてパンを豊富に供給する形態を取るベーカリーレストランと同様キッズルームを完備している店舗もあるチョコクロが代表商品チョコクロはサンマルクカフェの登録商標であるコーヒーの抽出機にはドトールコーヒー傘下のマグナ社のものを使用している店内では フレッツスポット、ドコモ Wi-Fi といった公衆無線 LAN サービスを利用できる店舗もある。一部店舗においては無料の Wi-Fi でインターネットができる店舗があり、309カフェと表示される回線が使用可能である。2006年にサンマルクカフェの首都圏 JR セニエンセン31店舗でスイカを決済手段として採用し、2007年には69店舗で導入された。 株式会社サンマルクは岡山県に本社があるレストランチェーン及びフランチャイザーでありファミリーレストランの価格と高級レストランの雰囲気を両立させる店を目指して全国展開しているサンマルクのうちレストラン事業など一部の事業のみを引き継いだ新設会社である株式会社サンマルクが運営するベーカリーレストラン郊外型で 駐車場を確保した平屋のレストランとして立地することが多い。サンマルクの基本業態。新谷製菓の店舗を引き継いで開店したのが発祥と言われている。メニューは2000から3000円程度のコース料理がメインである。店内でパンを焼き上げており、様々な種類の焼きたてのパンがお代わり自由で、パンの入ったバスケットを抱えた店員がたびたび書く、テーブルを巡回する。 また、店舗入り口付近では持ち帰り用のパンの販売も行っている。フォーク、ナイフはカゴに入れられずに一本一本テーブルに並べられる。夜にはピアノの生演奏やキャンドルサービスなども行っている。店舗によってはキッズルームを完備しているところもある。株式会社バケットが運営するベーカリーレストラン。パンがおかわり自由で楽しめるベーカリーレストラン。パンは セルフ方式でドリンクバーもあるなど、サンマルクより安いファミリーレストランの価格帯のメニューを提供。ボケ以外にビストロ309、ブレッドガーデンなども展開しており、メニューの料理は基本的に共通となっている。株式会社箱館市場が運営する回転寿司、業態。100円均一よりは高級価格で、内容も高級を目指すが、あくまで回転なので、直に怯える。 一般店ではないという店舗の考え方がある。株式会社鎌倉パスタが運営するパスタ専門のレストラン。店舗で製麺した最高級のデュラム小麦仕様の生麺を茹でたパスタを提供。和風が貴重の落ち着いた店舗。他、サンマルクパスタを3店舗展開。店内は鎌倉堀の内装をあしらっているが、神奈川県鎌倉市とは直接の関係はない。 株式会社サンマルクグリルが展開する釜焼き、ドリア専門店、全国で37店舗を展開している。中華、サンマルクチャイナ、ハンバーグ専門店、グリル増式、石焼きビビンバ用の石の容器仕様の熱々チャーハン専門店、ト東チャーハン店を展開している。カフェコーヒー専門店、倉敷コーヒー店、セルフうどん店、アっぱれ、さぬ和食と甘味所。 ミモザ、カレー店、シェフズカリーを展開している。頼んだ料理と一緒に配布されるアンケート用紙に記入して回収箱に入れると、誕生日や結婚記念日の間近になると、割引券や記載のメニューが無料、または割引されるハガキが送られてくる。ありがとうございます。